地球の構造、災害部の薄い地殻のもとに、上部マントルと下部マントルがある。中心の白い部分は核。プルームテクトニクスでは、外部、内部マントルにおける変動を扱う。プルームテクトニクスプルームテクトニクスは、1990年代以降の地球物理学の新しい学説。マントル内の大規模な対流運動をプルームと呼び、この変動を、 プルームテクトニクスと命名された。プレートテクトニクス理論が地球の表面に存在するプレートの変動を扱うのに対し、この説では深さ 2900km に達するマントル全体の動きを検討する。日本の深尾吉尾や丸山持長が提唱している。太平洋におけるホットプルーム、コールドプルーム及びホットスポット株マントルにおけるスーパープルームの概念図プルームとは、 煙を意味する。マントルは半径約 6357km の地球の中で深さ数十 km 約 2900km までの範囲を占めているが、その中を加工するプルームと上昇するプルームが存在する。プルームの上昇、加工とも通常時は深さ 670km のところで一旦停滞する。この部分は 上部マントルと下部マントルの境目にあたり、マントルを構成する鉱物が、この位置の温度と圧力を境に、相変化するため、この上下でマントルの密度や硬さが大きく変化すると想定されている。プルームが深さ 670km 付近を超え、大きく上昇、あるいは加工したものをスーパープルームという。コールドプルームとは、周辺のマントルより温度が低く、 マントル表層から中心部へ向かって下降するプルーム。コールドプルームの成り立ちはプレートテクトニクスと深く関係がある。大陸プレートと衝突した海洋プレートは海溝からマントル中に沈み込み、沈み込んだプレートは徐々に周辺のマントルと一体化していくが、大部分が比較的低温のまま外部マントルと内部マントルの境目の深さ 670km の 部分で一旦滞留した後、さらに内部マントルの底を目指して沈んでいく。何かのきっかけで加工流が複数寄り集まった。場合には強く大きな加工流が発生する。これはスーパーコールドプルームと呼ばれ、現在はユーラシア大陸のアジア大陸側の下に存在している。スーパーコールドプルームは周辺のプレートを吸い寄せるため、陸地を一箇所に集めて、 超大陸を形成する原動力にもなる。浴槽にこの葉を浮かべて線を抜いた時を想像すると理解しやすい。水に浮いたこの葉は水線の上に吸い寄せられて集まるが、地球では比重の小さい大陸近くがスーパーコールドプルームに吸い寄せられる。現在ではインドア大陸がアジアと衝突し、アフリカ大陸やオーストラリア大陸もアジアに接近しつつある。今は 太平洋によって隔てられているアメリカ大陸もアジアに向かって移動しており、約2億年後には、ほとんどの大陸が合体した超大陸が生まれると想定されている。ホットプルームとは、コールドプルームと逆に、深さ2 9 0 0トルの核との境目で核の熱を受けて高温になったマントル成分が上昇するものを呼ぶ。現在はアフリカ大陸の下と、 南太平洋にスーパーホットプルームが存在し、大地交代が形成された原因であり、南太平洋に点在する火山の源であると考えられている。ホットプルームも、また、外部マントルと内部マントルの境目の深さ 670km の部分に一旦滞留するため、通常では地上へ激甚な影響を与えることはない。 しかし大規模なスーパーホットプルームが直接地表に達すると非常に激しい火山活動が発生すると考えられている。地球生命史上最も大きな大量絶滅が発生した2.5億年前のペルム期三畳紀境界では史上最大級の溶岩噴出事件によりシベリア大地原部岩が形成されたがこれはスーパーホットプルームによるものと考えられている。 この時期は超大陸パンベアが分裂を開始した時期に相当しプルームの地表への到達と大陸分裂について相関性が指摘される将来的には次の超大陸ができた時に直接地表に達する大規模なスーパーホットプルームが起こると考えられている現在次の超大陸形成には約2億年後に出現すると考えられるアメージア大陸説と 約2億5千万から4億年後にかけて出現すると考えられるパンゲアウルティマ大陸説がある。アメージア大陸説では、現在の太平洋パンゲアウルティマ大陸説では、現在の大西洋での大規模なスーパーホットプルームの発生が推測される。プレートテクトニクスでは、大陸プレートや海洋プレートの動きから地球表面で発生している作り山運動。 地震、火山などの説明に至ったが、プレートが移動する方向について検討されておらず、超大陸の形成や分裂を説明することはできなかった。プルームテクトニクスはこれに説明をもたらした。また、生物の大量絶滅の原因についても、地球内部の動きに起因する大陸の離合集散や、大規模な火山活動による二酸化炭素濃度の 上昇に橋を発する気候変動と関連づけて、学際的な研究が行われている。プルームテクトニクスという語は日本では丸山により朝日、新聞紙上で発表され、ある程度認知されているが、日本以外ではそれほど広まりを見せておらず、プルーム仮説と呼ばれている。なおマントルプルームの概念自体は浸透している。ありがとうございます。